この時間は雑誌週刊文春発行人小田義郎さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます。小田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまずこちらから。吹き出す政権の闇、菅総理側近、横浜カジノ業者から違法接待。横浜のカジノ IR 構想、8月22日に投開票が行われました横浜市長選挙で最大の争点となりました。菅総理の側近がカジノ業者から違法接待ですか。小田さん、これそもそも菅総理とカジノの関わり、これどうなっているんでしたっけ。はい、これはノンフィクション作家森井沙央さんのスクープレポートということになります。はい、そもそも第二次安倍内閣の時にカジノ IR 構想は成長戦略の目玉に据えられたわけなんですけれども、はい、当時菅総理は官房長官だったわけですね。菅さんは地元の横浜市政を操ってカジノ誘致を画策したと言われています。でこのため横浜では菅総理の側近たちが奔走し、次第にカジノ利権が渦巻いてきたということです。この話を耳にした中国系デベロッパーが横浜市の副市長を接待するということが起きていたわけです。はい、この、接待をしていた相手こそが横浜市に睨みを引かせる菅総理の腹心たちだったんです。一人は林市長のもとカジノ IR 構想を取り仕切ってきた平原副市長。はい、平原さんは菅総理とは携帯で連絡を取り合う仲だ。そうなんですね。さらに元公明党横浜市議の石井睦美さん、はいはい、それから、パチンコ店などを経営していた、在日外国人実業家の方、はい、でいずれも横浜の政界通の間では菅総理と極めて近い側近であると言われています。はい、でこの3人が料亭でカジノ開発に加わりたいという中国系デベロッパーから何度も接待を受けていたというレポートなんですね。そうなんですね。その接待を受けた証拠っていうのがやはりそうするとあるってことですか。はい、実はですね、このカジノ IR 構想をめぐる菅総理の側近たちとこの中国系デベロッパーのやり取りを克明に記録した裁判資料があるんです。裁判資料ですか。はい、これは平原副市長、先ほど3人のうちの1人ですけれども、はい、これを引き合わせた、コンサルタント会社との契約をめぐってトラブルとなり、簡易裁判所で行われた民事調停の書類があるんですね。でこの書類には菅総理を頂点とする横浜カジノ利権の闇の構図が見えてきます。あ、そうなんですね。2015年に在日韓国人実業家が中国デベロッパーの日本法人の幹部にこんなことを言ってるんですね。横浜市が山下ふ頭に計画している IR 開発に興味はありませんか。よければ市の幹部につなぎますよ。でこれに飛びついたのが中国系の会社でした。はい、その会社の会長は翌年視察のために来日し、平原副市長と面会します。はい、でこの時料亭の飲食代が17万969円かかっているそうなんですけども、もう金額も分かってるんですね。はい、これも中国系が支払っています。ということは2015年から始まっているってことですか。はい、そもそも平原さんを横浜副市長に任命したのは菅総理だったわけです。そうなんですね。平原さんは副市長になった後も接待を受けていて、その席で中国側に対し、これが本格的に動き出せばせめて1本くらいは親父に持っていかんといかんでしょうね、ということを言ってるんです。親父というのは菅総理のことと推察できますし、1本というのは1000万円と見るのがまあ常識だと言われています。1本1000万なんですね。はい、そして記事にはですね、数々の接待の記録、まあ、この記載があるんですけども、こうした接待というのは小田さん、法律上何か問題はないんでしょうか。特定の業者から高額な接待を何度も受けて、かつ便宜を図ったとなると道義的な責任はもとより法に触れる疑いがあります。はい、元検事で弁護士の落合陽次さんによると、カジノ IR 計画に職務権限のある副市長が、はい、関連の業者から接待という形で賄賂を受けていれば、これは単純収賄に該当する。はい、さらに機密情報を漏洩したのが公務員としての不正行為と判断されれば、より罪が重い過重収賄になる可能性があるということでした。ということはこれはじゃあどうなっていくかってことですね。はい、注目のスクープレポートです。はい、さて続いても政治家にまつわるこちら。二階会食炎上の夜、息子も宣言破り、
銀座酩酊写真。自民党二階幹事長ら自民公明の幹部5人が日本料理店で会食したのが8月17日の昼でした。で、国民には4人以下での会食を求めていただけに批判を浴びました。まあ、ただですね、このグラビアページ今回は二階の宣言破りとも出てるんです。小田さん、こちら教えてください。このグラビアページに写っている、酔っ払いの男性は二階幹事長の次男なんですね。次男、はい、はい、でこの写真が撮られたのは、くしくも父親の二階幹事長が会食で批判を浴びたその日でした。はいはい、次男は夜の銀座を歩いて夜8時過ぎ慣れた様子で銀座の会員制クラブへ入っていきました。はい、4時間後に出てきた彼は、マスクを顎まで下げて笑い、はあ、足取りもおぼつかない酩酊状態だったんです。飲食店の酒類提供が停止され、要請に応じない店の利用自粛が求められる中の宣言破りだったわけですね。ここで宣言破りなんですね。小田さん、この次男という人物は政治活動をしてるんですか？はい、若い頃は、将来政治家にということなんでしょうか、二階幹事長の英才教育を受けていたんですけれども、はい、現在はコンサル会社を経営しています。かつて、二階さんが総務会長の時、中国に訪中団を組んで行った時には同行したこともあったんです。一緒に行っていた。で、小田さん、今回この次男二階幹事長とは親子なわけですけども、政治との関係性というのはこれどうだったんでしょう？本人に直撃したところ、今は自分は政治に関わっていないし勘弁してくれねえかなと言っていました。勘弁してくれねえかなって言ってたんですか？はい、そうですね、はい。自粛期間中にアルコールを飲んだ件については、店側も感染対策をして人がほとんどいない状態だったということを強調していました。はい、ところが店に尋ねると、ママは陽性となってお盆前から出勤していませんし、はい、その次男がお店に足を運んだ日に出勤したホステスも陽性になって、あら、店は一旦閉めたということだったんですね。あら、そうですか。感染対策はどうなってたんでしょうね、これね。はい、心配なところです。そうですね、その前にもうちょっとおかしいぞというのがありますからね。はい、はい、さあ続いてはですね、こちら行きましょう。5億借金、野際陽子に未練、ワクチン拒否、千葉真一破天荒スター死闘編。先週木曜日、新型コロナウイルスによる肺炎のため亡くなった映画スター千葉真一さん、今だから言えるスターのエピソード、これが書かれてるわけなんですが、小田さん、こちら教えてください。はい、千葉真一さんは借金トラブルが多い方だったんですね。はい、六本木でレストランやカフェバーをやっていたんですけれども、経営を姉の夫に任せていたところ、暴力団絡みの小売貸しに手を出してしまい、結果2億円の借金を背負う羽目になりました。はい、また90年に監督した映画は制作費10億円をかけたんですけれども、不発で、やはり2億円近い借金を背負ったそうです。その後も千葉さんは俳優養成学校を設立するなど事業に熱心な方で、自らのものではない肖像権を担保に3000万円を超える借金を作ったり、学校や自宅の家賃を踏み倒してしまうなど、累計5億円近い借金を重ねました。あと、小田さん、離婚した野際陽子さんには非常に未練があったそうですね。はい、そうですね。男はぐちぐちしちゃダメだよと何とか諦めさせたものの、離婚会見のリハーサルには酒を飲みながら行ったそうです。会見場にはまず野際さんと手をつないで入って、会見の後に肩を組んで出ていくという演出をしたんですけれども、その時の野際さんはきっと腹渡が煮えくり返っていたんじゃないかなという証言もあります。そうなんですね。そして最後はですね、コロナウイルスに感染してしまったんですね。千葉さんはワクチンを拒否していたそうなんですね。千葉さんには、人は誰でも体の中に100人の名医を持っているという古代ギリシャの教えを信じていたそうなんです。つまり体を鍛えていれば自然治癒能力が上がるんだという考えだったんですね。はあ、そういう考えをお持ちだったということなんですね。はい、はい、慎んで哀悼の意を表します。今朝紹介した記事について詳しいことは今日発売の週刊文春、ぜひお読みになってください。週刊文春発行人、小田芳郎さんでした。小田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ニュースピックアップでした。